公明ニュースです今回は11月18日から24日までの公明新聞史上より主なニュースをピックアップしてお伝えいたします今回の項目は太田代表が中華全国青年連合会の中国青年代表団と懇談太田代表の定例記者会見北川幹事長の定例記者会見 公明党青年委員会が秋葉原駅前で街頭演説を開催。以上の内容でお伝えいたします。最初は18日の記事です。太田代表は17日、来日中の中華全国青年連合会、中国青年代表団の表敬を受け懇談しました。 中国青年代表団は中国日中青少年友好交流年事業の一環として来日盧陽生総団長万学軍総秘書長アテネと北京の2大会で金メダルを獲得した各少将さんらが表敬に訪れました懇談の席上太田代表は1985年に胡錦涛国家主席が 全政連代表団の団長として来日した際に交流したことに触れ日中両国の友好を深めるには青年交流が最も大事であると強調一行の訪問を心から歓迎しましたロ・総団長は両国の未来は青少年の創建にかかっている高い視点に立ち中日友好を深め互恵関係を構築できるか考えなければならない と力強く語り公明党が長きにわたり多大な貢献を果たしてきたことに感謝すると述べました。また、ロ相談長が世界的な金融危機など激しい変化の中では両国の協力が重要だという考えを示したのに対し太田代表は世界経済の危機を乗り越えるにはアジア諸国の需要拡大が必要との認識を示すとともに 日中の戦略的互恵関係の具体化として環境協力を上げ。日本の進んだ環境技術を中国の実情に即して取り入れるべきであると提案しました。続いては十九日の記事です。太田代表は十八日国会内で定例の記者会見を行い。民主党が十七日に行われた自民民主党首会談を受けて。 その日に予定されていた参議院での委員会審議をボイコットしたことなどについて見解を述べました二次補正は今準備を進めておりましてこれはやるわけです私が問題にすべきはその二次補正の提出というようなこととですね、焦点になっております、えー、テロ対策補給新法及び 金融機能の安定化法という二法をですね、一人たちにとって審議採決をしないという方針というのは、私は極めて理不尽で応募だというふうに思っています。まず十七日に行われた自民党と民主党との党首会談で、民主党が二千八年度第二次補正予算案の 今国会提出を要求していたことについて太田代表は二次補正を提出するという問題と焦点の補給支援特別措置法改正案金融機能強化法改正案の採決とは全く関係がないことだと指摘その二法案を人質にとって審議拒否や採決を拒否することは極めて理不尽で横暴だと訴えました。 また太田代表は第二次補正予算案について準備を進めており編成作業を急がなければならないとの認識を示した上で次のように述べました。経済状況の厳しさというものに対応しなくてはいけないというふうに私は強く思っています。しかしその対応ということは10月30日の新経済対策ということに基づいて。 どうう手を打つかということいこです本予算でやることそして税制改正ということを経てやることそして補正予算の中でやることよく中身を吟味していきながらですねこの3つともできるだけ速やかに成立を期していくというのが今の我々の基本的な立場であるというふうに思っています。私は そうした全体像の中で、えー、景気対策というものに力を注ぐというのが責任を持っている政府そして与党の役割であるというふうに思っています。続いては二十一日の記事です。北川幹事長は二十日国会内で定例の記者会見を行い、二千八年度第二次補正予算案や 道路特定財源の一般財源化などについて見解を述べました。あの二次補正予算については、あまあこれもまさしく今補正予算編成に向けてですね、忙、えー、しているところです。まず第二次補正予算案について、北川幹事長は今編成を急がせているが、10月30日に決定した新経済対策には。 補正予算案でやるべきもの来年度予算案に盛り込むべきものそして来年度税制改正で具体化すべきものが含まれている経済情勢を考えた時に最も大事なことは年内に税制改正と来年度予算編成をきっちりと仕上げることで補正予算案の編成作業を終え税制改正をまとめ来年度予算編成をする。 これで新経済対策の具体化が完成する。これを年内にしっかりとやることが最も大事なことであると述べました。一方、道路特定財源の一般財源化の問題について北川幹事長は次のように述べました。この道路財源の一般財源化の問題、これはあの非常に複雑なですね、さまざまな問題点があります。 うん一方で、ですね税金を負担している自動車ユーザーの方々の理解をどう得ていくのかという問題もありますしまた、えー、今後、ですね一般財源化していくのはこれ決めているわけですがあの一般財源化するにしても道路整備の必要性がなくなるわけではありません。 えー、この道路整備をじゃあ具体的にどういうふうに進めていくのかだとかさらにはあの、これは今日から我が党で論議をしますけども、あのー、ぜひとも、ね、この自動車重量税についてはです、ね、私はこの、ね、道路特定財源の一般財源化の論議の中で、ねえー、軽減をしていくということはぜひ検討してもらいたいと思っています。 我が党としてはぜひそういうことをあの議論のテーマとねお願いをしたいと思っております。最後も二十一日の記事です。公明党青年委員会の谷合委員長と伊藤青年局長は二十日 JR 秋葉原駅前で街頭演説会を行いました。本日は街頭で皆様に生活給付金また 若者の支援策を訴えたいと谷合委員長は政府・与党の新経済対策の目玉である定額給付金について国民の63%が賛成していると指摘一部マスコミがばらまきと批判していることについては景気が後退し家計が大変な中で喜ばれている。生活者の目線に立ては 定額給付金は必要だと訴えました、また、大学生の就職内定の取り消しや大麻問題が深刻化している現状について麻生総理に対し若者の雇用施策や大麻問題への対策などを申し入れたことを紹介し景気や雇用情勢の悪化から若者を守る政策を実現し日本を元気にしていくと訴えました。一方、 伊藤局長は、将来も持続可能な社会保障制度を作り上げていくことが政治の責任だと強調。社会保険庁改革に対する野党の無責任な対応を批判し、安心の社会保障制度を築くため、先頭に立って取り組んでいくと力強く訴えました。以上、公明ニュースでした。